こんにちは、シュウです。今回はマシンのはほぼワンパンしたいなと思います。じゃあやっていきましょう。ほぼワンパンね、ここ大事。ほぼワンパンします。ただ計算とかねしてないからわかんないんだよね。シューペディアによると多分ワンパンできるんじゃないかなって書いてた。私これ計算とかマジでしないんだよね。国の待って、これやばいわ、パズル的にやばい。 OK、 ギリギリだね。 OK、 ニコルボーラスが5コンボで倍率出るんだよ。で、全消しで最大倍率。多分普通に強いよね、ニコルボーラス。めちゃめちゃ強いと思う。で、今回エンハンスも入れてないんだよね。継承、動画終わってから言おうかな。いつも始まる前に言うけど、動画終わってから紹介します。いや、ここ指減らされるのマジきついよね。組んで。で、いいね。闇が落ちてるね。闇落ちの、こうか。いや、こうだね。これで回復も、じゃなくて、火も落ちてる。これね、HP がね、34000って結構低いんだよ。今、1回ぐらい受け切れんならね、受け切りたかったんだけど、できんのかな？まあ、わかんないです。一応、暗闇 100% にしてる。そう、マシンのは、結構暗闇が多いんだよね、全体的に。なんで、暗闇は割と 100% にしといた方がいい気がする。で、毒がね、結構少ないんだよね。こうか。OK、なるべく全景色意識してやろう。で、このね、次の次ぐらい、吸収の敵が確か出んだよ。あれ厄介だね、吸収の敵。今回、いないんですよ、吸収対応できるのが。なんで、5ターン耐えます。5ターン吸収なんだよね。で、発狂ないんだよ、吸収切れたターン。なんで、耐えるのがまあ安定といえば安定なのかもしれない。この次だね、多分。OK、いけたね。ワンチャンね、そう、ここで超暗闇行くんだよ。ワンチャンやばかったらニコルボーラス使おうかなと思ったけど、使わなくてもいけました。難しいな、全体的に。組の。これね、しっかりね、ドロップ数数えた方がいいけど、まだいいか。もっと後半になったら数えようかな。OK。多分これでいけると思う。本当に火力すごいんだよね、このニコルボーラスって。本当あんまり使われるイメージの少ないよね。で、次なんだったかな。オッケー、こいつらオッケー、毒弾いた。そんなに強くない気がする。で、ここはどうしよう。光が5か。追撃組んどっか、光の追撃組んで、結構適当のつなげ消しでいい気がするんだよな。でもこんなんでいけんじゃないかな。いや、さすがに厳しいかな。残りドロップ数が多すぎる。あ、いけるね。いや、すごい、なんかキラーもいろいろ刺さってる。で、エノクが出んだよね。この次か。いや、エノック正直結構やばいんだよ。どうしようかな。で、これあれだね。結構簡単だね。全部5個なんで確定で。これ最大倍率だね。はい。何倍なんだろう、最大。900倍ってすごいね。OK。さあ、エノックどうすっかだな。エノック最悪ニコルボーラス使います。こいつマジ強いよね。5コンボで軽減だけあります。5コンボ軽減。1、2、3、4。あ、いや、ちょ、1コンボ多くなっちゃったな。大きいやると回復落ちてくるからね、あんまりコンボしたくなかった。まだいけんじゃないかな、まだいけそう。1、2、3、4。 OK、 5だね、5。1、2、3、4、5。OK、で、次ニコルボーラス使った方がいいんじゃないかな。いや、次正直耐えれる気しない。ニコルン使います。ニコります。ニコル使って、水いらないな、水消しとくか。で、闇は消さない方がいいね。闇は消さない方がいい。はい。で、はじく、やっぱ暗闇 100% の方がいいね、このダンジョン。すごい多い。で、ここで倒します。でも、そんな強くないんじゃないかな。組の。オッケー、いいね。これで多分いったと思います。で、次が確かアクベンスかな。アクベンスもこのパーティーならワンパンいけんじゃないかな。いや、でも闇ないのか。闇ないのはさすがに厳しいね。
じゃあ、寝てます。いや、すげえ削るな、すげえ削るな。もうここで多分落とせるね。ワンチャンネイ使おうかなと思ったんだけど、ネイなくてもいける気がする。うん、多分これで余裕だと思う。うん、いや、めっちゃ削ったなこれ。私初見の時すげえ硬かったんだけどな。オッケーね、いきます。ほぼワンパンいきます。いや、いけっかな、ほぼワンパン。シューペディアによるとほぼワンパンって書いてたんだよな。いきます。いや、くだらない。ごめんなさい。サレーネ使います。サレーネ使います。で、シャントット使います。シャントット使います。で、全部ドロキをします。で、ニコルボーラス使います。いきます。いや、これでほぼワンパンいけんじゃないかな。おなら出た。いけ。いや、厳しいか、さすがに。エンハンスなしだからね。いや、いったね、ほぼワンパン。そう、このほぼワンパンっていうのが結構大事で、追撃組めなかったんだよね。 7×6 とかにすれば普通いけんのかもしれないけど、確定ワンパンにしたかったんだよ。これ、ドロキョウなしだと倒せなかった。さっき実はやったんだよね、ドロキョウなしで。なんで、ほぼワンパンだね。ワンパンじゃない。ほぼワンパン。ここ大事。いや、これスキル間にしたいけどな。こんな感じだね、継承が。とりあえず、暗闇を 100% にしてる。で、最後のドロキョウで読み。で、花火からのこのシャントットであれやって、無効貫通。で、毒3つはなくてもいいけど、まあ、弾いてくれた方がいいからやってる。で、キラーは特に関係ないと思うんだけど、サレーネだけだね。この子マシンキラー3つないと厳しいんじゃないかな。無効貫通4位だからね。はい、終わります。バイバイ。